トニー・アトラス、トニー・アトラス、トニー・ミスター・ USA、アトラス、本名、アンソニー・ホワイト、1954年4月23日帯は、アメリカ合衆国のプロレスラー、バージニア州ロアノーク出身のアフリカ系アメリカ人。ボディビルのコンテストで3回にわたって、ミスター・ USA に輝き、レスラー時代はその驚異的なパワーとバネを生かした、空中殺法で、 ベビーフェイスとしての人気を獲得。一時は黒人初の多い世界ヘビー級王者の呼び声も高かった。引退後の2008年7月から2010年4月にかけては全盛期の1980年代における主戦場でもあった WWE にてマーク・ヘンリーのマネージャーなどを務めた。1974年。 地元のバージニア及びノースサウスカロライナをサーキットエリアとするジム・クロケット・ジュニア主催のミッド・アトランティック・チャンピオンシップ・レスリングにてデュー。和風マクダニエルやルーファス・ジョーンズのパートナーに起用され、ハリウッド・ブロンズ、ミネソタ・レッキング・クルー、グレッグ・バレンタイン、バロン・フォン・らしく、ミシェル・デュボアなどのヒール勢と対戦して、キャリアを積み、1978年9月17日に、 ケンパテラから、ウィミッドアトランティックヘビー級王座をダッシュして、頭角を表す。その後は、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングにて、アブドーラ・ザ・ブッチャーとの構想や、トミー・リッチとのタッグで活躍。1980年10月24日には、デニス・コンドリーからウィ、ジョージアヘビー級王座をダッシュし、ハーリー・レースのウィ世界ヘビー級王座にも、再三挑戦するなど、 黒人レスラーのホープとして期待を寄せられた。ジョージアではベビーフェイスのポジションにいたスタン・ハンセンともタンクを組み、リック・フレアーレイ・アンダーソン、マスクド・スーパースターブラック・ジャック・ランザなどのチームと対戦したことがある。並行してニューヨークの WWF にも進出1980年から1981年にかけては、 若手ヒール時代のハルク・ホー・ガンとも構想を繰り広げた。1982年3月、WWF との提携ルートで新日本プロレス、MSG シリーズの第5回大会に初来日。前年の第4回大会にも参加が決定していながら、直前に中止になった経緯があり、待望の来日として、ファンや関係者の注目を集めた。リグ戦の戦績はなかったものの、 3月12日の後楽園ホール大会では賞金1000ドルをかけたベンチプレスコンテストアトラスマスクドスーパースタードン・ムラコ・荒川誠、とミスター・高橋が参加で 220kg を上げ優勝するなど数々の話題を残す。またプロレス雑誌においてミミ・ハギワラとの対談などの企画も行われた。1983年には WF で ロッキー・ジョンソンをパートナーに、黒人タッグチームのソウルパトロール、ザ・ソウルパトロールを結成、同年11月15日に、ワイルド、サモアンズから、WWF タッグ王座を、脱した。翌1984年、WWF が、ビンス・マクマ・ホン・ジュニアの新体成果で、全米進行を開始すると、同王座をめぐりディック・マードックアドリアン・アドニスのノース・ソウス・コネクションと、 各地対戦。シングルでは、同じく筋肉美を誇るジェシー・ベンチュラやポール・オーンド・ーフと構想を展開した。一時アワにも転出したが、WWF には1986年秋まで在籍。離脱後は、テキサス州ダラスの枠が WCCW にスーパーマンをイメージしたキャラクターで登場。1986年12月1日には、 クラッシャーユーコフを破り TV 王座を獲得、同タイトルの最後のチャンピオンとなっている。1987年からは、カルロスコロンの主催するプエルトリコの WWC にも参戦。1988年7月17日のブルーザーブロディ視察事件の際は、同じ控室に居合わせた。その後は、ドラッグ問題などで一時は、ホームレス状態に陥っていたが、後に妻となる。 モニカ・ホワイトの献身もあって、社会復帰を果たし、1990年の末に、WWF と再契約。アフリカの部族ギミックのサバ・シンバ、サバ・シンバに変身し、1991年のロイヤル・ランブルにも出場した。以降、1990年代は、ニューイングランドのクアや、エワなど、東部のインディー団体を戦し、2000年代初頭に、セミリタイヤした。 2006年に WWE 殿堂に迎えられた後、2008年7月8日、WWEECW のマーク・ヘンリー対トミードリーマー戦にスペシャルゲストリングアナウンサーとして登場。当初はレスラー時代と同じくベビーフェイスの立場でドリーマーとも友好ムードだったが、試合後にヒールターンしてヘンリーと結託。以降、2009年6月にヘンリーが RAW に移籍するまで彼のマネージャーを務めた。トナカイの花をつけるなどコミカルな一面も見せ、時折試合に出場することもあった。ヘンリーとのコンビ解消後は、エイブラハム・ワシントンが行うトークショー、エイブラハム・ワシントンショーの補佐を担当。ECW の番組終了後は、スマックダウンに所属したが、2010年4月30日、WWE を解雇された。 引退後もトレーニングを続け、その腕っぷしは年齢を重ねても健在だった。船木は本当に元気な人だと語っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。